い、皆さんこんばんは。またまたね、悲しいことがありました。はあ、こう悪いことっていうのは引き続き起こるもんですね。まあまたちょっといいなと思う会社があって、会社っていうか仕事があって応募したんですよ。まあそれも派遣なんですけど、今回も派遣会社のシステムとして一つエントリーしたら、まあ、エントリー応募したら、そのお仕事内容に応募したら他のお仕事を紹介してもらえなくて、まあそりゃそうですけど、だからその時間を待つしかないんですね、連絡が来ることで。エントリーが通ったので面接、まあ、顔合わせ、まあ、職場見学っていう言い方なんですけど、じゃ職場見学の時間分かり次第また担当の者からご連絡いたしますのでお待ちくださいみたいな感じで連絡あったんで、まあ待ちます。そりゃ連絡来るの待ちます。待って待ちました。んー、もう3日目ぐらい経つぞ、3日4日経つぞ、連絡ないな。さすがに遅いよな。まあ基準って分かんないんですけど、いや私も仕事探してるし、この時間もったいないし、まあ連絡してみたんですよ。そしたらまあ最初事務の人、営業事務さんかな、あその方ちょっと離席してて何時に戻ってくるから折り返し電話するようにしますねって電話が来たんですよ。でもともと15時半ぐらいにって言われてて、15時半になっても連絡が来なくて、結局来たのが5時とかかな、5時に来て、なんかお待たせしてしまって大変申し訳ございませんって、まあもちろん謝られて、でちょっと確認したんですけれども、その枠がなくなっちゃったので、なんかよくわかんない、そういう言い方されたの。それもまあ本当なのか嘘なのかわかんないところなんだよね。そういう言い回しで言われてなんかよくわかんない、まあ、要するにまた枠がなくなったと。やっぱそういう言い方するんだろうな。多分私は他の派遣さん取ったんじゃないかなって思ってるけど、他の派遣さん面接しててもう決まっちゃったんじゃないかなって。でまあそういう言い方して、枠がなくなったって言うけど、そういう枠がなくなったんじゃないかなと思うんだけど、まあ、なんか言い方的にはなんかその部署のなんとかかんとかよくわかんない言い方されて、でもさ、それをまず連絡することが大事じゃん、向こうから。私は待って、仕事を探して待ってるわけだから、それを何にも落とさたなく、そうなんですよって言われても、あそうなんですかしか言えないし、誰が悪いとかまあないんだけど、そのジムさんはまあ悪くなくて、まあ、要するに営業担当さんがいて、その担当さんがまあ多分こうやってやり取りしてたんだけど、回ってなくて多分社内に、で私に伝えられなかったんだよね、その人も聞いてないよって多分なってるから、そのジムの女性の方も。でその人もまあちょっと驚いた感じで、あどうしましょうみたいななって、でちょっと一つお話ししたいな、お仕事内容あるんですけどって、ちょっとどうですかってもらったやつをまた仕方ないから、とりあえずまあそれもいいかなと思ったからエントリーそのまま引き続きお願いしたんだけど、多分3時半に連絡が来なかったのは それだと思うんだよね。探してくれてたの、多分パニックになると、こりゃ私がパニックになると、どうにか話を収めないと思って多分頑張ってくれたんだよね、その人は。その時間で探して、そう同じような仕事内容いっぱいあるからさ、仕事の案件って、このエリアでこういうスキ
キル、このぐらいのスキル持ってて、この仕事の範囲で、まあこういう系のジャンルのお仕事って多分すごいこう何万件もある中でこう探して持ってきてくれた仕事を、そんなことなんよりよ、連絡しろよ。なんなん、ちょっとね、そんな扱いやっぱ 大事にしてほしいよね。まあ今いろんな派遣先ありますから、まあ、もちろん複数派遣会社に登録してね、まあ、私はその中でも1個しかこう動いてないから、他のちょっと派遣先で対応いいところに変えてもいいなと思います。いや本当なんかバカみたい待ってるのがちょっとね、2回あること3回あるからな、まあ、ちょっとめげずに仕事探していこうと思います。皆さんお仕事ください。チャンネル登録お願いします。